ちは、こんばんは。ゲーム動画月光です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワーを始めていきましょう。今回は上海クラブ戦、この疲れがね、疲れたと怪我人が痛い。動画の選手が出てくるか、相手も一人怪我してますからね。総合的に強いチームになっております。だからといって出さないわけにはいかないですからね。特にこれね、手が悲惨な状態だ。苦戦病院ですかね。さあ、相手の方が 43% をダントツに高い。すごいチャンスです。相手が良くないね。相手にボールが渡ってしまいました。間に合わない。やっていないゴール前。スピード差もあります。運動量もいろいろ使えたんで、そういうのも頑張ってます。さあ、ゴール前。決まった！先取点！さあ、この1点を守りきれるか。いいですね、リオのヘディング。さあ、この試合絶対勝利が必要です。切ってくれ。目を離すとこんな感じか。防御陣がこんなに手を一人のプレーの能力を高さは覆せません。匂い、おっと、バハに切られた。これすごく入ったかなと思ったんですけどね。さあ、これ完全に戻されてます。
スでなんかペナルティーキック取られそうな気がして嫌です。これはファール。おっと、ここはイエローカード、相手の王にイエローカードです。出てしまった。もう前半もあとわずかです。引き分けだと進出できません。勝ちが絶対条件です。さあ、ここの状態ですが、そんなに選手疲れてないですね。運動量結構高いかなともう思ったんですが、意外と疲れていない。クライス結構頑張ったな。ここ多分負荷のかかるポジションなのかなと思います。そこはまあどちらでもいいけど、サキコ一応補強します。さあ、どこも強いな。特にリュウがいいポジションにいるんですよね。オート目をマークするはちょっとないですね。後半頑張っていきましょう。1点取ってリードする、それだけでいいんです。選手交代でいきましょう。先頭はいいや、中盤か、後ろを座ってていこう。まあ中盤かな。ミオを変えましょう。サイド、これで交代枠使い切ります。え、すごいな、二の矢さんの矢だよね。これ強いです。ボールをしっかりキープしていきたい。追加点を欲しい。さあ、くるみ、ドラッとボールが甘かった。二度とチャンスは訪れません。今のしっかり決めて欲しかったな。危ない。おっと、宙に渡ってしまう。気をつけよ。あと20分。少しの回答を伺います。やっぱり能力高いな。さあ、そこは緑が、幸子が入れていきますが、これファールですね。くるみが蹴ります。直接シュート。さあ、今度はスローイン。時間も過ぎていきますし、これは面白いですよ。陣に取られてしまった。こっからがすごい速攻だ。ゴール前にあんまりいない守備陣が。しっかりボールをキープしていきたい。今度はうまくシュートいった。左サイドでした。あと時間はアディショナルタイムは何分なんでしょうか。強引に前に押し立ってきた。え、何だっけ。さあ、これ勝てそう。勝ちました。やりました。先制したのはクラウンカリバーズ。見よ、見事でした。では
セルビに同点に追いつかれてしまいます。守備が多いですが、ここをヘドラップがその脇をすり抜けていった。キーパーに当たったんですね。ここです、緑シュート打つがクロスバーに嫌われた。その緑が試合を決めるシュートを打ちました。後半10分、サーチコのセンタリングもうまかった。ゴール前にいた緑に当たりまして、これが決勝点。強引に押し上げてきますが、これ危なかったね。ルミがゴールシュート、最後43分のサヨが左に撒いてしまいます。ということで、これ決勝進出じゃないかな。他力だったかもしれないけど、その結果、え、なんでだったっけ。これやっぱり勝った上で他力だったはずなんですよね。ある程度点差をつけないといけない、得失点差。そうですね、2点差以上の勝ちがないとダメだったってことですね。で、上海クラブがなんとか逃げ切った感じになりますね。1点及ばなかった。どうか。いや、でも怪我なんかよく頑張りましたよ。上海クラブからの勝利。大きいですね。あと2試合。リーグ戦の方も。5位とは言えですね、トップとは2点差ですからね、十分射程範囲内と言えると思います。この調子でチェスト鹿児島勝っていきましょう。なかなか油断できないチームかもしれない。 N1 に今年から N2 に N1 に上がって7位となかなか健闘しております。ここをしっかり勝つことが大きな成果かなと思います。我がチームです。節子のまだ3周ですね。強いが必要です。ということで A もかなり増えていきましたね。 S が少ない。アーコとかかなり優秀ではあります。というわけでこのチームに行きましょう。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画の今まで遊んだ動画の記録プレイリストに載せております。こちらも説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。